どうもおはようございます、藤夏健でございます。さあ、今日はですね、広告で見かけたフィッシュアイデルというゲームやっていきたいと思います。とりあえずね、なんか広告だとバンバン魚釣ってたんですけれども、なるほど、スワイプしたら船が動きやすよと。あー、英語だなー。まあいいや、英語どうでもいいわ。とりあえず魚近づいたらなんかオートで釣ってくれる感じですね。なるほど。ネクストフィッシュ5時間。ちょっとまあ、開いた。とりあえず開いてなんかありますね。こっちは何でしょうか。エクスチェンジ、交換か。何でしょう。港なのかな、これ。灯台があるから、あ、ここに魚持ってったらお金になるよってな感じですね。はいはいはい、オッケーオッケー、大体把握。これで釣って港持っててお金ゲットして、でそれでレベルアップさせる的な感じでしょうね。あ、ここも開いてない。レベル4で開くよと。なるほど、徐々に。おー、オッケーオッケー、アップなんたらですね。はい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 、オッケー。なんだ、赤いのはなんだ、赤くなったりしてるけど。おお、爆発した。どういうこと、どういうこと。魚にこれ攻撃されんの。ちょっと攻撃されてる感じ一個もなかったけど、でダメージ受けるのか。まあまあいい。とりあえずお金を貯めてレベル上げていくよと。でなんか多分釣る速度が速くなったりとか、まあ、あとはなんだ、船の速さ速くなるとか、まあ、なんかいろんなレベルアップしていくよっていうような感じっぽいですね。 OK、 とりあえず釣って港に持っていくよと。 OKOKOK、 ここでスピード上がるのか。いや、ボートスピードはもうとりあえず大事ですね。おっせえから、いやー、変わんねえな。レベル1から4に上げたところでほぼほぼ変わんないですね。なんだろうな。あー、レベル上がったっぽい。レベル上がったら、なるほど、行動範囲広くなって、多分ですけども、単価の高い魚がね、いっぱいいるんじゃないかなと。で、これなんやろね、フィッシュファーム。インカムキャパシティ、ちょっと分からんな。コレクト。ああ、ちょっと待って。ああ、これあれじゃない、時計進めりゃいけるやつじゃねえか。ああ、お金が、ね、少ねえな。額少ねえけど、なるほど。ちょっとフィッシュファーム育てたら、多分これ時計進めてお金もらえるんじゃないか。まあ、大体今までね、いろんなクソゲーやってますから、なんとかアイドル、アイデル、なんて読むかちょっとわかんないですけども、アイデルシリーズは大体時計進めりゃお金入るパターンなんで。よしよしよし。さあ、まあ、ちょっと時間経ったとこ、おお、黄色い円が、あ、なるほど。あれ一周したら多分お金全部マックスだよっていう感じでしょうね。まあ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 、ちょっとこいつらもね、サクサク釣れるようになりゃありがたいんですけどね。よし。あ、でも24、弱いな。とりあえずこのファームをまず育てよう。よし。結局このゲーム、お魚釣るゲームというよりは広告見るゲームですね。ちょいちょい左側に宝箱で広告見たらこんだけお金もらえますよっていうのがあるんですけど、多分ですね、1時間ぐらいこのお魚を釣り続けた時ぐらいのお金がもらえるんで、OK、これでカンストしましたね、とりあえずこのファームは。まずは、いきなり時計進めるとね、iPhone が急にバグったりするんで、まず戻します。今4月1日ですよ!ね、信じてくれたかな?今4月1日になったよと、驚いております。その状態で、翌日にしてみると、おい、いけました。あ、いきなりギュイン溜まりましたね。あ、オッケー、これで3000もらえるんで、広告1回見て2800ぐらいやから、もう、広告30秒全く待たなくていい。億万長者だ。あ、もう団地だね、これは。サクサク釣れていきますわ。いや、パラメーター上げると力強くなるんで、魚ガンガン釣れるようになるのと、で微妙だけどね、ボートの速度もちょっと上がってますね、最初に比べると。オッケー、さあ、あとちょっとでレベルアップ。いや、オッケー。さあ、こっち解放されんのか。おー、いいね。で、どんどん、さっきのフィッシュファームじゃないけど、なんかこう、役に立つ施設がどんどんアンロックされていくよう的な感じですね。まあまあ、あとちょっとやわ。さあ、これで、オッケー!レベル 4! マジでこれレベル1個上げるのめちゃくちゃ大変ですね。で、また新しいエリアが出たんで、あいつらもまた勝てんだろうなっていう感じですね。いやー、勝てー。これはマジで苦行ゲーム以外の何者でもねえな。
お金はね、フィッシュファームで3000ずつもらえるんですけど、今こう上見ていただくと分かる通り、もう10キロとかいう額なんですよ。一回時計進めても、3キロしかもらえないんで、なんかね効率がめちゃくちゃ悪くなってるんですよ。で結局魚を釣らないと経験値上がらない、つまりレベルが上がらないから新しいエリアが出ないってなって、もう今相当大変なんですよね。レベル3から4まででもうすでにくじけそうになってるから、これで時計進めない人からするとレベル4でももうなかなかいってる人い、ああフィッシュファーム第2弾、あちょっと待って、これすげえ額もらえんじゃないかな、マジで高え、ああカンストした、ああよかった、キャパシティカンストしたからこれで、うわー35キロ、あでかい。よかったよかった、11日進めた分が一瞬でもらえるようになりましたね。ああこれはでかい、よしよし、あこれでまたちょっと進めますね。左上の経験値32キロが溜まれば OK なんですけど、ああいったいったいった、やっと入ったよ、もう長え。いやでほんで次ちょっと待って、ちょっと絶望感しかない、今32キロ貯めるのに爆裂な時間かかったんですけど、次のレベル90キロっすわ。いやーこれはやべえな。で、あー硬いね、もう新しいところが出るたびに硬いね。で、あーこいつもまあそこまでの金持ってねえな。今ね、35キロフィッシュファームでもらえるんですけど、左がね、今広告見るとギフトで228キロもらえるっていう状態なんで、どっちかというともう30秒広告見た方がお金もらえるよっていう状態なんです。やべえ、これマジでちょっとやべえゲーム手出しちゃいましたね。おお、レベル上がった、いかん、完全に気抜いてた。ああでも開いた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 、まあまあ開いて、これでまた新しいフィッシュファームが出てくれれば、気持ち楽にはなるんだが、ちょっとどうだろう、フィッシュファームじゃなあ、硬えな、やっぱ新しいやつは硬い、まあそれはいい。あー何これ、フィッシュファームだけれどもこれはなんだ。あーなるほど、ちょっと変えてきましたね。お金じゃなくて魚の方がもらえますよと。でこの魚っていうのは最近レベル上げるときにコインだけじゃなくて、魚もないとこうレベルが上がらなかったりするんですけど、それがもらえますよと。多分このターンでレベルが上がるんじゃないかなって感じですね。もうねマジでこれ釣りパワーとか上げていくのは、まあ、時計回したりなんだ卑怯な作戦でいけるんですけど、結局のところ魚釣らないと経験値上がっていかなくて、まあたまらないんですよこのゲーム、経験値というものが相当。あー来た、やっと来た。さあ、これで、いろいろ開いたんで、これが新しくどんぐらいいけるかですね。さあここはまず何でしょう、エクスチェンジ、いらんお魚、時計進めればもらえるお魚ですね。でこっちが、なんだ、あーなるほど、新しくもらえるお魚でパワーアップって感じですね。あー来た、100キロかー、しょぼいな。あしかも赤い魚だけじゃなくていろんな魚でレベル上げるよって感じですね。なるほど、あーでこいつら逃げる、いやちょ待って、きついなー。あーそしてこいつよね、気になってたやつ、あー早い早い早い、めっちゃ追っかけてくる、めっちゃ追っかけてくるよ。あーいやダメージ、いや攻撃力も高えな。ちょっと待って、全然減らん、全然減らん、ちょ、まあ、とりあえずこれ捕まえてみたい。こいつを意地でも捕まえてみたいけれど、あー襲いかかってくる。とりあえず体力減っても、なんか一匹でも魚釣った状態で港に行けば体力は全開するんで、いやーこれすげえ頑張ればいけないかな。いやー無理か、さすがに無理か、これで 5% だもんな。ちょっとラスボスくせえの出てきましたね。めちゃくちゃ広告見て釣りパワー上げたんですが、どうだろう、ああいいねいいね、減ってる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 、あちょちょちょ、一瞬でも外に行ったらあいつ 100% 戻るんですよ。ちょ、これ可能性あるぞ、可能性あるぞ、言うていける、言うていける、ああちゃ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 、まだ言うてワンパターンやから、こっちくるくるんとき、よーしよ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 し、これ可能性ある、これは可能性ある。もうめんどくせえ。さあ
あ続いてる、オッケーオッケー、あ続いてちゃんとパーセントも減ったまんま、よしこれはいける、これはいける、あちょちょちょ危ない危ない、もうこいつを枠から出さねえのが一番大事、あーしゃ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 、これはマジで粘ればいけるぞ、粘ればいける、あちょ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 、向こう行くな向こう行くな、あーもうきつい、もうまたやり直し、マジでこれ集中力が切れるな、切る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 、あーしゃ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 、上行くな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 、こわーしゃ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 、いけるんちゃうこれマジで、よしいいぞ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 、よしあと 20% あと 20% あと 20% 魚は釣れているかな、魚は釣る、よし体力回復する、あいけそういけそういけそう、さあもうこれでもこれ、あーもうんちゃうもう順調順調順調、オッケー、さあそしてもう一周しよう、もう一周しよう、よーし、あー立って、もうさて、約1時間広告見続けてだいぶ強くなってるはず、あいいね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 、あいいよ、一旦で 10% ぐらい減らせる、あこれはもういったろ、よしよし、あまだ続いている、ちゃんと続いている、もうもうあとはもうこれでもういいでしょ、ゴリ押しでいけるでしょ、さあ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 、初の初のエイを釣り上げる、あー危ない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 、ふぅ行きました、ありがとうございます、釣れましたね、なんだろう、釣れたからなんなんだ感がすげえ、めちゃくちゃ頑張って釣ったはいいけれども、とりあえず今ですね、あと1回 A 釣り上げたらレベルが上がるぞってな感じです、で、この A もですね30分で1体しか湧かないので、まあ、時計進めながらそこは対処してるんですけれども、もうね A 釣るゲームです、A 以外ではほとんど経験値たまらないです、で、これ A を一旦釣ると 0.05M たまるんで、まあすげえ数ね、とりあえず今この A を捕まえて経験値を貯めてますよってな感じですね、もうあの A もそこまでしんどくなくなりました、割とすぐすぐっつってもまあ1分ぐらいかかるけどね、まあ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 、そんな感じです、でこいつを釣り上げた途端に、次の水門が開くんじゃねえかと思います、右側がなんか雪のステージなんでね、その雪のステージがアンロックされるんじゃねえかなと、もう長かった、めちゃくちゃの時間やってますよ このゲーム本当にやべえっすわ、オッケー、よし釣り上げたところで、はい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 、よしで雪のやつがどんぐらい、ああ遅っ、雪のステージなんかやたら遅くなるんですよ、あちょっと待って全然硬くねえ、新キャラこんだけ、なんか経験値めっちゃ高いとか硬いとかをちょっと期待してたんですが、もうさ次のレベルまで 16M 必要なんですよ、これ無理くさくね、エイを釣って 0.05 なんですけど、2体1時間時計進めたら2体釣れて、まあ、0.1 増えるんですけど、エイを2体を160回やらんと次までレベル上がんないですね、いやーちょっときついぞこれ、はい、面白くないです、もうこのゲーム全く。エイがね、もう雑魚なんです。もうこんな感じで1体もうスコーンで釣れるんですけど、これをやって今 0.05M ゲットっていう感じです。それをもう今、ものすごいずーっとやってます。でしかもね、時計を進めたら進めただけ、その時間でセーブされるんで、もうね、今、そうですね、ずっと1時間ずつ進めて、もう今、6月30日なんで、約45日間分、1時間ずつ進めてる計算になりますね。もういいです、もういいです、もう、はいはい、これ、この A 釣ったら、多分レベル上がるんじゃないかなという感じですね。マジでしんどかった、これはね、多分動画にもしづれえし、オーケー来た、よしやっとレベル9です、70M これはもうやれねえ、70M はもうやれねえですね、まあまあいい、とりあえずこれでなんか新しいボス的なやつが出てくれたり、なんかいいアイテムというか工場的なものがあればね、ちょっといけるかなってところですけど、まあまあまあ10でカンストかなと思ってたけど、12まであることが判明した以外なんもねえですね、この雪のステージマジでお助けのなんかがあるとかが1個もないんで、で敵もずっともうこれ固定やから、
もう多分ね、やることがもうエイを釣り続けるしかないんですよね。でこっち仮にレベル10で開いたところでなんか見えてるぞってなったらちょっとやる気も出るんですけど、もうねこっち側の雪はもうほんと取ってつけたように何もないっすね。なのでもう実質実装されてるところは全部クリアしたんじゃねえかっていう感じですねこれ。はい、ということで、今日はフィッシュアイデルというゲーム紹介させていただきましたけれども、もうねやる価値ねえっすわこのゲーム。レベル、そうだな、エイを釣るところぐらいまでは正直楽しかったんですけど、目的があったから、そこから先はねもう本当に何の楽しみもないんで、強い敵とかがねちょこちょこ出てきてくれればまだやろうかなという感じはするんですけど、もうね強くする意味もなくなっちゃってるんで、もう目的を失ったんでしょ、この辺で終わりかなーってな感じですね。なので本当に作業ゲーが好きな方はね楽しいゲームだとは思いますんで、ぜひともダウンロードして遊んでみていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。